ダイハツの主力モデルとも言うべきワゴン系自動車の3代目。初代ムーブのデビューは1995年、2代目の登場は1998年、そしてこの3代目は2002年10月に登場した。ボディタイプはエキサイティングミニバンを歌うムーブと、モバイル世代のラジカルボックスを歌うムーブカスタムの2本立て。前車はリッターカーにも匹敵する高いクオリティが特徴で、後車は過激なスポーティーさが魅力だ。外観でいうと、ムーブはオーソドックスな台形ヘッドランプを備え、ムーブカスタムは勇ましい丸型4灯ヘッドランプを持つ。エンジンは56馬力の直列3気筒 DOHC ノンターボと、64馬力の直列3気筒 DOHC ターボ、さらに64馬力の直列4気筒 DOHC ターボの3種類。ノンターボが L と X、 直3ターボが R、 直4ターボが RS とグレード分けされている。直4ターボの方がグレード的には上で、高回転域でのスムーズさや静粛性などで直3ターボに勝っている。しかし実用域や高速域での追い越し加速を見ると、ほとんどの領域で直3ターボの方が速いため、どちらを選ぶかはユーザー次第だ。 RS リミテッドは2003年5月に発売されたムーブカスタムのトップグレード。ディスチャージヘッドランプ、ハイマウント LED ストップランプ、15インチアルミホイールなどを標準装備している。駆動方式は FF と 4WD が選べるが、FF だと4気筒ターボ、 4WD だとトルクの太い3気筒ターボになる。ギアボックスはコラムシフトの4速オートマチックのみの設定。硬派なムーブカスタムの中でもとびきりスポーティーなモデルである。